はい。動画をご覧の皆さんどうも、こんにちは。こんばんは。おはようございます。勇者アキラです。おっす。さあ、今回はですね、ちょっと珍しいものを私ゲットいたしましたんで、まあそちらをご紹介しようかななんてね、思っているんですけれども、まあというのも、私最近、まあベイプ関係で、ちょっと懐かしい、まあ頭枝でも元でも何でもいいんですけど、まあ、懐かしいもの、もしくは珍しいもの、まあこんなの見たことねえよというマイナーなものとかね、ちょっとこう、ネタとしてね、ちょっと動画にしたいなっていうのがありまして、まあ、某フリマアプリね、まあ、通称メルカリでございますけれども、まあ、目を光らしているわけですよ。そこで、おっと思ったものがありまして、まあ、そちらをね、ちょっと前にゲットいたしましたんでね、ちょっとそれをね、今回こう出していきますよ。まあ、もうつべこべ言わねえでさっさと出せって思ってる人もいると思うんで、もう出しますよ。それがこちらでございます。ザ・ベイプのバグアっていうね、チューブですね、これね。メカチューブでございます。バグアっていうのはね、なんつーの、これ、ここ、ハッケ。ハッケだね、これ。ハッケのことをね、バグアっていうらしいんだけど、ハッケって、風水とか占いとかでよく見かけるようなやつ、詳しくは知らんと、いうことでね。まあ、こういうハッケとかさ、もうなんか、昔さ、クーロンズゲートっていうゲームがあったんだけど、あれもまたよくわかんないゲームでしたけどね、ちょろっとだけ私やった記憶があるんですけど、まあ、そのクーロンズゲートで出てきたイメージしかないんでね、詳しくはわかんない。興味ある方は調べてみてください。ということでね、まあ、これもハッケの、あれですね。で、まあ、シリアルがあって、で、ここに、まあ、ハングル語が書かれてますね、これね。ハングル語が書かれております。ハングル語。これハングル語ね、私、学生の頃にハングル語専攻してたんでね、なんとなく意味はわかりますよ。俺の尻を舐めろって言ってるんですね。嘘です。はい。ということで、ちなみにこのメーカーのザ・ベイプっていうのもね、あんまり聞き覚えがないなーっていう方もいると思うんで、ちょっと補足しとくんですけど、まあ僕もあんま詳しくないんだけどね、ザ・ベイプって多分このピコとかね、ピコとかデザインしてる人のあれかな、なんかこう補足しとくって言いながら僕もいまいちピンときてないんですけど、まあ多分ピコとかのね、メーカーがザ・ベイプって言うんだと思うんだよ。ピコ RTA とか作ってるとこだと思うんだけど、まあ間違ってたらね、聞き流しといてください。はい。ということで、こちらのチューブ。なかなかね、これね、見ることないと思うよ。で、これちなみに何がすごいって、直径が17ミリでございます。22ミリのアトマイザーよりちっちゃいっていう、22ミリのアトマイザーこれですから、22ミリのアトマイザーを乗せたらこうですからね。これはあれですね、この庭先とかでこう足元を照らすためにこう植えるやつですね、こうね、埋めといたらこうここだけピカーって光るやつみたいね。で、17ミリのメカチューブですよ、皆さん。これすごくないですか。なんか17ミリのメカチューブ、17ミリのメカチューブはすごい。18650のチューブと比べたらこうだから。すげえちっちゃいのよ、これ。うわ、これはね、これはちょっとね、こういうなんかこうニッチなタイプのやつすっげえ好きなんで、もうこんなのね、動画に出してどこに需要があるのって感じだと思うんですけど、ちなみに20700のあれ、ケネディと比べたらこう、ちっちゃい、もうマジで。これやばい。このサイズはね、ちょっとすーげーいい。すげーいいよ、これ。で、当然17ミリのチューブなんでね、18650バッテリーは使えませんということで、使用するバッテリーはこちらですね。これ14500っていうね。またこんなニッチなバッテリーよ。14500バッテリーなんてね、もう使うことないですよ、マジで。これ、僕ね、これを初めにメルカリで見たときに、14500バッテリーと思ってさ、14500バッテリーなんてあんのと思ってたらあったんだよね、これね。これは僕オフィスエッジさんで買ったんだけど、あと、ベイプラブさんっていうところにもあったかな。2店舗では確認しました。14500バッテリーって売れるのと思ってたんだけどさ。まあ、でもあるんだね。探したらあるもんですね、こういうのもね。で、まあ、ちょっとこれ開けてみましょうか、14500バッテリーを。まあ、出したらね、こんな感じですわ。ちっちゃーってことでね。ちなみにこの18650と比べたらこうだから。ちっちゃいね、これすごい。こんなバッテリーあったんだね。これそれ単三電池レベルですよ、これは。まあそれぐらいでちっちゃい。まあで、このバッテリーのね、まあスペックなんだけど、14500バッテリーはね、650mAh の 9.75A っていうことで、まあ650だからね、近年のポットレベルって感じだね。バッテリーのサイズ的にはこんな感じよ。で、ちょっとこれをね、まあちょっと見ていきましょう。さっきも言ってましたけど、これ17ミリでございます。で、トップキャップこんな感じ。これコンタクト510ですね。ハイブリッドとかじゃなくて510。で、これは一応ばらすことができて、ここをね、
こう回していってもらったら、こんな感じでほら、外れるんで。だからこの510のね、ここポジティブのところとか、これはね、調節できるようになってるみたいですね。はい。で、こんな感じになってます。ピーク材もちゃんと入ってて、はい。んで、こっち。こういう感じで分かれますんでね。はい。で、こっちがスイッチ部分。スイッチ部分はね、これマグネットですね。こんな感じで、はい。こんな感じになってます。で、これを一回ばらすんですけど、これをこうね、ここ。このボトムスイッチのここ、これがポロッと抜きますんで、これをこう外してもらうと、こういう感じで、こういう感じで、こういう感じで、こういう。危な、油断してたわ。油断してたわ、俺、危ねえ、これ、マジで。磁石割るとこやったわ。俺こんなさ、こんなチューブのさ、磁石なんてないよね。危ない。マジで焦った今。うわ、俺マジで磁石割れるかと思った。めっちゃ焦った今。怖えー。で、気を取り直してやりますけど、ここマグネットになってて、こうね、こうついてるんですけどね。このマグネットの反発し合う力を利用して、スイッチがこう返ってくるようになってます。押しても。押して、このピンがこう上にグッとせり上がってきて、バッテリーと接触して通電するっていうシステムなんですけど、マグネットの反発する力で戻ると話したらね、いう感じになってます。はい。焦った。ちょっとセットしときましょう。で、もう一個ね、ここの部分、このハングル語が書いてるところね、これリングになってるんだけど、これがロックになるんですよ。これがロックになるの。ちょっとどんな感じでロックするのかっていうのね、ちょっと見てもらおうと思うんですけど、とりあえず、スイッチを一回入れましょう、これ。はい、こんな感じでね。こう。これ磁石マジで要注意ですよ、皆さん。で、これを、こうして、これをこう入れたら OK なんでね。まあ、このさ、こんなチューブをさ、こと細かに説明しても多分何の役にも立たないと思うんで。ちょっとざっとやりますね、ざっと。で、これ止めたらね、こんな感じになってて、これ、この状態では録画かかってない状態なんだけど、このリングをこうぐるぐるっと回して下ろしてあげると、これスイッチ押せなくなるから。以前ご紹介したね、タコさんチューブね。クトゥルフのチューブモッド2の時のロック機構によく似てますね。このリング下まで下ろしたら押せない。で、これを、このリングをね、こっちに回して、こう上げたら、こう、スイッチが押せるようになると。まあ、いうことになってます。はい。ふぅ!んで、まあ、こんなもんだね。はい。でね、これ17ミリなんで、さっきお見せした通り22ミリは当然ね、頭でっかちになっちゃうんで、まあ、17ミリのアトマイザーを探してたんですけど、17ミリのアトマイザーはないということでね、私持っておりませんでしたんで、まあ、この色にね、合うアトマイザーないかなと思って探してたところ、まあ、スライチにはならないですけど、16ミリのこちらのアトマイザーありましたんでね、はい、こちら16ミリのね、まあ、こちらをちょっとご用意いたしました。このアトマイザーに関してはね、まあ、触れないでください。これは某有名アトマイザーのスーパーコピーです。はい。んで、これね、一応メカなんで、やっぱりポジティブピンちゃんと接触してるかどうかね、知りたい。ちょっと怖いよと。どうやってするんだと。どうやって確認するんだと。いう場合があると思うんですけど、これはね、一旦こうつけてね。で、ここの、これ今接触してないから。接触してないんで、これをこう締めていって、接触したら止まるんで。そこでね、これで OK。うん、これで止まってるから。んで、あとは、このバッテリーをちょっと入れて、まあ、使ってみようと思います。でね、これを上にして、こう、はい。で、あとはこれをつければ、OK。まあ、バッテリーのスペックはこんな感じなんでね、そんなに焚いたりとかは当然できないんですけど、ちなみに私のセッティングは、これはね、カンタル A1 の28ゲージの5マッキーぐらいだったかな。それで、だいたい 0.9 オームぐらいで組んでますね。ここ見てもらおうか。ここ外しとこうか、一応。はい。はい、こんな感じ。じゃあ通電します。はい。これで通電しますんで。バッチグー。バッチグーですよ、これは。はい、OK。じゃあちょっと一回ね、吸ってみましょうか。よし。はい。こんな感じ。いいねー。これいいじゃないの、これ。はい。じゃあいただきます。
これはね、これはいいよ。これはいい。このなんか、なんやろな。なんかこのマイナー感っていうのかな。まあ僕はもともとこうマイナーなものとかね、ちょっと希少価値のあるものとかね、ちょっとこう特殊なタイプのものとかね、好きなんですよ。これやっぱそそられるね、この 17mm のチューブっていうのはね、なかなかないからさ。これはいいよ。これ超気に入っちゃったもん、俺。いい。いいもの買っちゃった。で、22mm のチューブと比べたらこうだから。細い。いいね、いいですね、これ。これ最高だね、もう本当に。これたまらんよ、これは。これはたまらんな。これはたまらん。まあ、本当にね、もう14500バッテリーを使う 17mm のチューブっていう、しかもメカチューブっていう時点で、本当にどこに需要があるのって感じの動画になるんですけど、いいね。いいね。やっぱりこれいいね。まあそれで使い心地なんですけどね。このバッテリーのスイッチが若干こう斜めって入ったりとかしちゃうんで、ちょっとスイッチ押しにくい感じはありますけど、まあしっかりこう中心を捉えてこうギュッと押さないと通電うまいことできなかったりとか、通電途切れたりすることがあるんですけど、まあ、それ以外に関しては全く問題ナッシングですね。このロック機構とかも結構かっこいいでしょ、この。このあの僕、このクトゥルフチューブの時にも言ってたけど、こういうタイプのロック機構っていうのは非常にこう、なんかかっこいいよね。そそられるよね。これでロックだからね。はい。これはいいな。いいものに出会っちゃったな、これ。はい。で、この 510 接続のところもきっちり、接触するように調節できますんで、まあ、そっちの安心感もあるし、まあ、あとはこの14500のね、スペックがね、スペックなんで、まあ、これ1個持って、こう、外出とかっていうのは、ちょっとできないかなと思いますけどね。650mAh ですからね、これ。で、まあ、当然、こう、17mm なんで、使うアトマイザーっていうのも絞られてくるし、まあ、17mm のアトマイザーが多分ないよね、ほんで。ないような気がするな。16mm とか 18mm ならあるんだけどね。だから、つらいちには若干なりませんでしたが、こう全体的な見た目としては非常にこう、よろしいですね、なかなかね。はい。まあ、ということで、今回は、もうニッチなバッテリーを使用するニッチな 17mm メカチューブのご紹介でございました。まあこういうチューブもあるよということでございます。はい。ということで、最後まで動画をご視聴いただき皆さんどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。